こんばんは。7月15日、海の日、マリーンデイ、英語の時間をお届けしていきたいと思います。マリーンデイ、海の日、皆さんどんな一日を過ごされましたか？まあ、まだ終わってないけどね。はい。私はですね、週末名古屋に、行っていて、で、さっき新幹線で東京に戻ってきました。で、土曜はね、東海道新幹線の中で、あの新幹線ね、すごい、もう、シーンとしてたんですよ。あの座席で英語取ってみるっていうのをやったんですけど、意外とね、取れましたね。はい。あの、イヤホンマイク使うとね、かなりちっちゃい声でも拾ってくれるんだなっていうことがこれ分かりました。で、昨日は昨日で、街頭演説、選挙ね、来週ですよね、やってたので、街頭演説、英語でなんて言うのっていうのを、その演説のそばから、これもね、またイヤホンマイク使って、撮ってみたんですけど、これもね、しっかり声入ってたので、結構外で英語学習したい方とか、まあ、講演とかね、あとはね、そうだな、まあ、やり方によってはなんだろう、通勤中ちょっと歩きながら読んでみるとかもできるのかな。まあ、今度私もやってみようと思いますが、なんか最近、外で英語やるのもいいなっていうふうに思っています。で、まあ、ちょっとさすがに恥ずかしいでしょうって思ってらっしゃる方とかは、イヤホンマイクを使うと、とにかく音、かなりちっちゃな音でも拾ってくれたりとかするので、おすすめです。はい。まあ、ちょっとね、前置き違う話になっちゃいましたけど、で、今日は久々に室内で、撮っていますが、名古屋グルメ、堪能してきたので、味噌カツ、これをですね、英語で調べていきたいと思います。ヤバトンのね、本店に行ってきたんですよ。で、味噌カツ、なんだっけ、そう、わらじとんかつ食べてきたんですけども、とっても美味しかった。ですね。はい。ということで、味噌カツ。これね、英語でなんて言うか、ちょっとね、調べてみますね。ヤバトン、名古屋。まあ、味噌カツでも出てくるかもしれないけど、ちょっとヤバトンを調べたいので、ヤバトン名古屋っていう風にアルファベットを打つと、で、Google で検索すると、すぐ出てきますね。味噌カツヤバトン。これ英語のサイトですね。で、英語のページ以外にも中国語、あとは韓国語、あとね、タイ語もあるみたいですけど、英語版だと、で、これ、今からちょっといくつか読んでいこうと思うんですが、この、ページ、紹介しているページも動画の概要欄のところに載せておきますので、よかったら見てみてください。名古屋の方、そして味噌カツ好きの方とね、ぜひ、チェックしていただきたいなと思います。では、ちょっとね、読んでみようかなと思います。味噌カツヤバトン。Famous Nagoya food, 味噌カツ。The original miso sauce, which has more than 60 years since the establishment in Nagoya, has been offering and loved among not only local people, but also tourists from all over the world. はい、オリジナル味噌ソース。これはね、60年の歴史があって、名古屋発祥です。で、has been offering 出た、現在完了進行形ですね。最近ね、ちょっとこのね、時のね、時勢の勉強というか研究っていうのもやってるんですけども、出ましたよ。これ現在完了進行形。こういうところでね、使うんですね。has been offering、まあ、提供し続けている。そして、has been loved、愛され続けている。among not only local people、このね、not only, but also ってもすごい学校とかでもね、習っていく、もうね、英語のね、表現ですけど、ローカルピーポー、まあ、地域の人とか、地元の人々だけではなくて、also tourists、観光客とか旅行客の人からも、もう愛され続けてきているんです。from all over the world、まあ、世界中の、っていう風に書かれてます。まあ、みんなに愛されてるね、とっても美味しいフードですよ。もう60年のね、歴史がある名古屋発祥の、味噌カツなんですっていうことが、まあ、バーンと載ってて、で、あとはコンセプトメニューショップっていうページがあるみたいですけど、コンセプトのところは、味噌カツヤバトン、Famous 名古屋 food、味噌カツ、Pork Cutlet with 味噌ソース、はい。味噌ソースのポーク、カツレツ。このカツレツっていうのはカツレツのことですね。はい。で、ちょっと飛ばしていきますが、deep fried seafoods、シーフードを、
あの、こうね、ディープにフライド、あの、揚げて食べることもあるよっていうことが書かれてます。で、スキャロップ。これは、ホタテですね。スキャ、魚の名前、魚、まあ、ホタテは魚じゃないけど、あの、そういう魚介類のね、名前とかって結構難しいですよね。英語でね、覚えるの大変だったりしますが、まあ、こういう機会にね、覚えていきたいですね。スキャロップ、これはホタテがいて、ブラックタイガー、まあ、これはブラックタイガーですね。エビですね。で、オイスター、これはカキとかを、まあ、揚げて食べることもあるし、他には、deep fried vegetables。まあ、野菜がね、野菜も揚げて食べるよっていう。昨日はね、アスパラもね、食べました。はい。で、rice bowl dishes, and so on。はい。で、そう、red soy bean miso sauce。赤味噌を、つけて食べる。まあ、つけてというか、赤味噌で食べるっていうことが書かれてます。はい。で、あとは赤味噌についての説明もあったりして、で、メニューのところは、鉄板とんかつ、deep fried pork, loin cutlet, served on a hot plate with cabbages. キャベツと一緒に出されるよ。わらじとんかつ、deep fried jumbo pork, loin cutlet. はい。で、ちゃんとね、これ、値段も書かれてますね。1200、このわらじとんかつは1296円で、セットだと1728円になりますっていう。うん。ハイヤーとんかつって何？ハイヤーとんかつ？ Deep fried pork cutlet。ハイヤーとんかつって何だろう？ちょ、待って。ハイヤーとんかつって何のことだ？ハイヤーじゃないよ。ヒレか。ヒレカツのことか。めっちゃ恥ずかしい。ヒレカツのことですね、これ。何かと思った。英語読みしちゃった。ヒレトンカツ。はい。これ、ハイヤーじゃなくてヒレですね。多分そうだと思うけど。そうだよね。やっぱそうだ。ヒレトンカツです。こういうことが起きるんですね。はい。他はね、串カツとか、カツ丼。うん。bowl of rice with deep fried pork cutlet。うん。で、あとショップのところは、そう、ショップ、矢場町本店、矢場町 in 名古屋 city、open every day で、11時から21時まで開いてますよっていう。あ、ほとんど open every day のところだな。そうですね。あとは三井アウトレットパーク、小矢部のところは、open equivalent to the 三井 outlet park 小矢部。三井アウトレットパークの営業日に準ずるみたいなことが書かれてますね。まあこういうのね、普段、なかなかね、日本に暮らしてて、まあそんな、こうね、日本語読める、まあ日本人だったら、こういうね、英語メニューってのはあんまり、こう、じっくりね、見たりとかないと思うんですけども、まあ、たまに見るとね、あ、こういう表現をするんだって面白いことがありますね。はい。ただね、まあ、あんまりこういう英語表現を全部覚えなきゃいけないかっていうと、私、これ個人的な意見なんですけど、実際ね、そんな覚えなくていいというふうに思ってる派で、っていうのは、こういうメニュー、やっぱね、写真見るとわかるし、うん、この例えばさっきのヒレトンカツとか串カツとか、串カツって何って聞かれて、それを英語で説明できなかったとしても、もう写真をね見せたら分かったりとかしますよね。はい。まあ、ただどの部位かとか、フィレなのかとか、あとはそのカツレツっていうカツレツっていうのが説明できたりとか、まあ、単語あるに越したことはないけど、ただ、大体、写真見ると海外の方は分かるっていう場合がありますね。まあ、あとはその肉の種類。肉の種類は重要なので、これはね、まあ、説明できた方がいいけど。あと、そのソースね。味噌のソースですよっていう、まあ、味噌、ソイビーンのソース。しかも、レッドソイビーンで、で、レッドソイビーンの特徴っていうのをここに書いてあったので、そう、sweet smelling。まあ、ちょっと甘みがあるとか、そのあたり、こうね、とにかく sweet っていうキーワードをちょっと出してあげるとか、まあ、そういう本当簡単な、レッド味噌、赤味噌、自分だったら英語でなんて言うかな、とりあえず、ソイビーン、あとは、スイート、まあ、ソイビーン、スイート、この2語は、とりあえずね、持っとこうかなとか、
このぐらいでね、いいんじゃないかなっていうのが私の個人的意見です。はい。ということでね、たまにこういうね、英語メニュー見てみると、いろいろ発見があってね、面白いなっていう感じでした。はい。英語の動画毎日お届けしております。明日からはまた平日なのでニュースに戻していきたいと思いますが、今日の動画もよかったら高評価ボタンポチッと押していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye.